アーセン・ベンゲル、アーセン・ベンゲル・オ b e アーセン・ベンゲル・オ b e 1949年10月22日隊は、フランス・アルザス地域圏はイコールランン、ストラスブール出身のドイツ、アルザス系フランス人のサッカー指導者、元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。2002年、フランス政府よりレジオンドイコールヌール勲章を受訓。2003年、 イギリスサッカーに対する功績により、大英帝国勲章を受訓。フランス語、アルザス語、ドイツ語、英語に堪能で、イタリア語、スペイン語、日本語もある程度話せる。ストラスブール大学卒業、工学士、経済学習士。アーセンはフランス語のアルセーヌの英語読みにあたり、名前をすべてフランス語表記するとアルセーヌ・ベンゲル。英語だとアーセン・ベンガーとなる。 アルフォンスト・ルイーズのベンゲル夫妻の三人目の子供、姉一人と兄一人がいるとして、ストラスブールに生まれ、近くのドゥトレンハイム村で育った。両親は、ストラスブールで自動車部品会社を経営しており、その他にドゥトレンハイム村の l a クアドールというビストロ、大衆食堂も手掛けていた。ベンゲル自身は、私はパブで育ったと語っており、両親の所有する、 大衆食堂の2階で暮らしていた。この頃はタバコを売って小遣いを稼ぐこともあったという。元バスケットボール選手のアンニエ・ブロスターハウスと結婚し、娘が一人いる。現在はロンドンのトッテリジで暮らしている。地元の FC ルトレンハイムで16歳の時にデビューし、その後マックス・ヒルド監督が指揮を取るディビジョン3、3部の AS、ムチクに移籍した。 ヒルドは、優れた指導者であり、A.S.M.T.I.G. は、フランス最高のアマチュアチームと呼ばれた。ベンゲルはディフェンダー、または、ミッドフィールダーとしてプレーし、自身を、創造的で直感的、そして活発に動き回る選手だったと回想している。同時に、ストラスブールにあるロベール・シューマン大学、現在の名称は、ストラスブール大学のインスティテュー・トアプンディ。 エイトゥーズ・カマーショルズ・サプリアーズ・デストラスブールで政治経済学を学び、1971年には修士号を取得した。1978年、ディビジョン1、一部の RC ストラスブールに移籍して、プロ選手となり、AS、モナコ戦でデビューした。1978から79シーズンは12試合にしか出場しなかったが、リーグタイトルを獲得した。 UEFA カップでは1試合に出場した。1981年、RC ストラスブールのユースチームの指導者になり、1983年にはエースカンヌのアシスタントコーチとユースチームの監督に就任した。1983から84シーズン、エースカンヌのトップチームは、ディビジョン2、2部所属ながらクープ・ド・フランスの準決勝に進出した。 監督としての最初のクラブは AS ナンシーで1984年に就任した。2シーズン目までは12位、18位で残留を決めたが、1985から86シーズンには19位でディビジョンドゥ2部に降格した。1987年に AS モナコ監督に就任し、初年度の1987から88シーズンにディビジョン1、 一部優勝を果たした。イングランド代表のグレンホドル、リベリア代表のジョージウェアなど、質の高い選手を要し、1991年にクープ・ドゥ・フランスを制した。1990年には、RC ・ストラスブールから22歳のユーリジョル・カイフを獲得し、1992年には、ドイツ代表のユルゲン・クリンスマーを獲得した。後にフランスワールドカップで優勝することになる。 ジョルカエフは、ベンゲルの AAS、モナコでの最終シーズンとなる1993から94シーズンに、ディビジョン特典ン王のタイトルを獲得している。AAS、モナコでは1987年から1994年まで、実に7年間もの長期政権を築き、1993から94年には、UEFA チャンピオンズリーグで準決勝に進出した。 1994年には、バイエルン・ミュンヘン監督の候補に上がったが、AS モナコのフロントがベンゲルとバイエルン・ミュンヘンの接触を拒否した。その数週間後、AS モナコは、ジャンティガーナをベンゲルの公認に迎え、AS モナコでの監督生活に区切りがついた。その頃の J リーグ・名古屋グランパスは不審にあえいでおり、ゴードン・ミルンに代わる新監督を探していた。 フースヒディンクやテレサンタナなどとの交渉が不発に終わり、ベンゲルに白羽の矢が立てられた。それまでの監督とは違って、チーム構成に関する全権を委ねられた。彼はバランシェンヌ・ FC で監督をしていたボロプリモラツをヘッドコーチとして迎え、トーレスの獲得など自ら外国人選手の探索を行い、その権限を余すところなく活用した。 同郷のフランク・デュリックスやジェラール・パシを新戦力として迎え、英語を話せる中西哲夫がチームメイトとの仲介役を買って出た。ドラガン・ストイコビッチ、小倉隆史、浅野哲也など代表級の選手を抱えながら、再会争いを続け、自信を失っていたチームに対し、ベンゲルは常に長所だけを生かすようにするという勝者の精神を植え付けた。 リーグ戦最初の10試合で発敗し、最下位に落ち込むなど、序盤戦は苦しんだ。リーグ戦中断前の16戦全てで異なる。スタメンを試すなど、最初の数ヶ月は試行錯誤が続いたが、フランス合宿後の10試合で9勝1敗の成績を残し、最終的には、サントリーシリーズ、前期リーグ4位まで浮上した。ニコスシリーズ、後期リーグでは、 開幕から4連勝を飾ったが、暑さが原因による疲労から、ペースダウンし、ベルディ川崎に、あと一歩及ばず2位に終わった。シリーズ優勝、年間優勝は果たせなかったが、ストイコビッチがリーグ MVP に輝くとともに、ベンゲルは1995年の J リーグ最優秀監督賞を受賞した。リーグ戦と並行して行われた天皇杯では、初優勝を果たし、 クラブ初のビッグタイトルを獲得した。京都パープルさんが横浜フリューゲルス、ビッセル神戸を破って迎えた準決勝では鹿島アントラーズ相手に5から1で解消し、決勝では小倉隆の2得点などで3から0でサンフレッチェ広島を破った。1996年3月9日、ゼロックススーパーカップ決勝で横浜マリノスと対戦し、高卒新人、 福田健二の大胆起用が見事的中して2から0で完勝した。前半戦を10勝5敗の6位で終えたチームは、後半戦開始から5連勝し、9月28日の柏レイソル戦が名古屋グランパスでのラストマッチとなった。柏レイソル戦終了後、日本語で皆さんありがとう。グランパスサポーターのことは忘れません。私はいつまでも、 名古屋を愛していますとファンに向けて挨拶した。グランパスの監督時代には、イングランド代表のテクニカルディレクターなど、欧州のクラブチームや代表などから、誘いがあったが、日本での仕事に専念するために、これらの話に耳を傾けなかった。1997年9月、ベンゲルの指導者としての哲学、理想のサッカー感、日本サッカーについて感じたことなどが書かれた。 勝者のエスプリという書籍が日本の NHK 出版によって刊行された。日本20年止まるか、ヨーロッパに戻るかを選択肢として持っていたが、欧州のクラブからのオファー内容がヨーロッパでの実績のみを元にしたものであったことから、日本で実績を積むことに限界を感じていた。1996年10月1日、プレミアリーグの名門アーセナル FC 監督に、 就任することが正式に発表された。なお、名古屋時代の右腕ボロプリモラツをアーセナルでもヘッドコーチとして起用している。アーセナルがイギリス国外から監督を迎えるのはクラブ創設以来初めてのことだった。当時、イングランドではベンゲルはほとんど知られておらず、ロンドンイブニングスタンダード氏はどのアーセンだアーセン風。フー という見出しでこの無名のフランス人監督を表現した。就任1ヶ月前、ベンゲルはクラブ29歳のパトリック・ビエラとベテランのレミガルデを獲得するように提案した。初再配は1996年10月12日のブラックバーン・ローバーズ FC 戦で、このアウェーゲームに2から0で勝利した。初年度の1996から97シーズンを3位で、 終えたが3位という成績は過去6シーズンで最高の順位だった。同価地点で2位の座を入荷するユナイテッド FC に譲り UEFA チャンピオンズリーグ出場権は逃した。1997から98シーズン最後の3ヶ月に怒涛の追い上げを見せ最大で勝ち点差11まで開いていたマンチェスターユナイテッド FC を逆転した。 鍵となったのは、トニー・アダムス、スティーブ・ボールド、ナイジェル・ウィンター・バーン、リー・ディクソン、マーティン・キー・オンラのベンゲル就任以前から所属していた、DEF 人であり、エマニュエル・プティ、パトリック・ビエラ、まだ10代であった、ニコラ・アネルカなど、新規に獲得した選手がうまく融合して、優勝を果たした。イギリス国外の監督として、初のプレミアリーグ優勝だった。 プレミアリーグと FA カップの2冠を達成したが、これは、クラブ史上2度目の2冠獲得だった。1998から99シーズン、最終節で、リーズユナイテッド FC に0から1で負け、マンチェスターユナイテッドに、勝ち点1差で2連覇を逃した。マンチェスターユナイテッドと対戦した FA カップ、準決勝では、ロスタイムの失点により敗退した。 1999から2000シーズン UEFA カップ決勝でガラタサライに PK 戦の末に敗れた。2000から01シーズンの FA カップでは決勝でリバプール FC に1-2で敗れた。これらを機にベンゲルは新たに選手を獲得することを決意し、ライバルクラブのトッテナムホットスパー FC の前、キャプテンであるソル・ギャンベルを獲得して議論をかした。その他に、 スウェーデンからフレドリック、ユングベリ、ユベントスでくすぶっていたティエリアンリ、前年の UEFA 欧州選手権で活躍したロベール・ピレスを獲得した。これらの結果、2001から02シーズンに再び2冠を達成した。リーグ戦はアウェー無敗、ホームでは3敗で38戦すべてで得点するという成績を残し、2位のリバプールに勝ち点8差をつけた。FA カップでは、 決勝で、レイ・パーラーとフレドリック・ユングベリの得点により、チェルシー FC を破った。2002から03シーズンは、クラブ史上初のプレミアリーグ連覇に向けて、コースタートを切ったが、シーズン終盤になると調子を落とし、マンチェスター・ユナイテッドに逆転された。しかし FA カップでは6回戦で再試合の末に、チェルシーを破り、決勝では、サウサンプトン FC を破って優勝した。 2003から04シーズンは26勝12分0敗でシーズン無敗優勝を達成した歴史的なシーズンになった。これは1888から89シーズンにプレストンノースエンド FC が10勝1分0敗で無敗優勝を達成して以来のことで欧州のトップリーグでは AC ミランとアヤックスアムステルダムしか当時としては成し遂げていない偉業である。 しかし、2004年初めに、シーズン無敗優勝は可能だという意見が出た時に、ベンゲルは、この意見をあざけ笑っており、達成できるとは思っていなかったようである。2004年のアーセナルとの契約更新で、年俸は320万ユーロ、約4億2500万円から約400万ユーロ、約5億3000万円に上がった。2004年10月、マンチェスターユナイテッドに敗れるまで、 リーグ戦49試合を負けなしで走り続けた。2004から05シーズンは、チェルシーに優勝をさらわれたが、同シーズンの FA カップ決勝では、PK 戦の末に、マンチェスターユナイテッドを破った。2005から06シーズンは、リーグ戦こそ4位だったが、UEFA チャンピオンズリーグでは、レアルマドリードやユベントス、ビジャレアル CF を倒して決勝に進出した。 クラブ史上初の決勝は FC バルセロナに1-2で敗れたが大きな賞賛を得た2006から07シーズンは2シーズン続けての4位と苦難のシーズンになったが2007から08シーズンは息を吹き返しシーズンの大半を主位で過ごしたしかし2008年2月にエドアルド・ダ・シルバが相手 DF からタックルを受けて全治10ヶ月ほどの重傷を負うとチーム全体に 積極性が見られなくなって、成績を落とし、マンチェスターユナイテッドとチェルシーに次ぐ3位でシーズンを終えた。2009年10月、1934年から1947年まで、指揮を取ったジョージ・アリソン監督の在職期間4748日を抜き、アーセナルで最も長く監督の座にあった、指揮官となった。2014年3月22日、 チェルシーとのリーグ戦で、アーセナル在任通算戦試合を達成した。2013から14シーズン、FA カップ決勝で、ハルシティ FC を下し、9シーズンぶりのタイトルを獲得した。2017年5月28日、チェルシーとの決勝戦を制し、アーセナルにとって13回目の FA カップ優勝を達成した。この優勝により、 ベンゲル個人の FA カップ優勝は7回となり、の6回を抜いて、FA カップの最多優勝監督となった。なお、7度すべてアーセナルでの体感である。2018年4月20日、2017から18、シーズン限りで、アーセナルの監督を辞することを、クラブ公式 HP にて発表した。マルセイユエオチョ事件の際は、様々なしがらみの中、 告発するかどうか悩んでいた、ボスニア・ヘルツェゴビナ人監督のボロ・プリモラツの相談を受け、強く後押しした。日本、イギリス両国内で日本代表監督就任の噂が立っては消える中、それを否定する記者会見で日本サッカーへの豊富な知識を披露したことで逆に騒がれてしまったり、アーセナル就任早々根拠のない芸疑惑が持ち上がったりと、イギリスのメディアには、 苦労させられている。また、自分のチームの選手に対するラフプレーなどの危険なプレーや、自分のチームに対する不利な判定に対して過剰な反応を示し、相手チームの監督や選手、審判なども巻き込んだ論争を呼ぶことも彼の特徴の一つ。逆に、自チームの選手が犯した微妙なプレーや相手を怪我させるほどの危険なプレーには、 何も見ていないとも国にする姿勢型チームのコーチから批判されている。特にマンチェスターユナイテッド FC の監督アレックス・ファーガソンやチェルシー FC の監督ジョゼ・モーリーニョと始終絶戦を繰り広げていた。しかし2000年代後半以降、ファーガソン監督との間では互いのチーム手腕に対する尊敬や賞賛の言葉を交わすことが多い。ベンゲル自身は アーセナルとユナイテッドだけが争っていた時期と異なり、現在はチェルシーとリバプール FC も優勝に絡んできたことが影響していると述べている。また、いわゆるビッグ4の中でこの2チームが最も攻撃的で魅力的なサッカーを展開していることもその要因とされている。2008年11月8日にアーセナルに敗北を喫した際、ファーガソン監督はどうせ敗れるなら、 優れたサッカーをするチームに負けた方が良いと述べている。また、選手時代はユナイテッドに所属し、アーセナルと激しい対立を見せていたロイキーンは、ベンゲルのサッカーに対する功績は25年後、50年後、100年後になっても忘れられることはないだろうと称賛している。フランスワールドカップ終了後、ベンゲルは日本サッカー協会技術委員会から日本、代表監督就任を依頼されたが、 アーセナル FC とすでに契約していることを理由に断った。当時日本サッカー協会技術委員長であった王妃とクニアによれば、その後、日本サッカー協会は直接フランスサッカー協会と交渉し、ちょうどスケジュールの空いていたフィリップ・トルシエを紹介されたという。このことを、ベンゲルがトルシエを日本代表監督へ推薦したと解説されることがあるが、トルシエを 日本サッカー協会へ推薦、紹介したのは当時のフランスサッカー協会副会長であり、ベンゲルは直接には関与していない。ただし、ベンゲルはトルシエと知り合いであったため、フランス協会によってリストアップされた数名の候補に名前が上がっていたトルシエを自分の代わりに押したと言われている。日本サッカー協会はベンゲルに、 トルシエの能力や人物像などについて相談しつつ、契約を結ぶことに決定した。なお、当時の日本サッカー協会会長の岡野、俊一郎によれば、ベンゲルに一度断られた後、2002年 W 杯の日本代表監督はあなたしかいないと手紙を出したが、再度断られ、技術委員会が、ベンゲルの推薦したトルシエにしたいというので、ベンゲルの推薦ならということで、 トルシエに決めたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。